皆さん、こんにちは。しょぼんなアクションのプロです。グダグダか。よし、やっていきましょう。エンタッキーポチッ。さあ、ラスト面っぽいよ。前回若干やったけどね、若干やったから、まあ、この辺はちょっとこのままポーンっていけるってことを学んだけども、こっから、この辺から初見だね。やっていきましょう。いやー、あー、ちょっと待って。え、こんなミスある？ちょっと待って。それはないっすよ。ケアレスミスってやつだね。ケアレスミス。よし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 。これは、あ、待って、オンにしちゃダメなのに。あ、でも待って、こうだ。あははは。大丈夫だ、俺。自分を信じろ。よし。その調子。で、こっち来たら、このまま上に乗って。そうだね、このままこっち行こう。あれ、オンにしたら長くなっちゃうから。よしよしよし。長っ、長っ、長っ、長っ。ちょっと待って、長すぎだろ、お前。やっべえな。ちょいちょいちょい。待って、あれ大丈夫か。あー、だめだよ。あぶねえ。どうしろってんだよ、あぶねえ。俺の頭の上を行った瞬間に俺が走り抜けろってことか。ちょ、あー、それさあ、もう最悪だよ。よし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 。で、ここでこれが上に上がったタイミングで俺が走り抜ける。今だ。ちょ、今じゃない、今じゃない。ちょっとちょい。はぁ、あ、厳しいな。わかったぞ。これをオンにしてからこっちに行くと、ちょっと、あれをオンにしてから右に行くと短くなってたりするとか、そういうのないですかね。そういうのを期待してこれは長くしたいと思います。あ、なってるなってるなってる。いやー、俺の読み完璧じゃねえか。よし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 。で、こっち行って、ここなら多分安全でしょう。はいはいはい、いいねいいねいいね。で、上に行ったタイミング、今です。ありがとうございます。あ、じゃない、ちょ、バカ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 。いいぞ、輝け、うなれ、ジャンプ。オッケー、ただのジャンプじゃねえかって。よし、決めろ、ジャンプ。あ、こうめ、貴様、右まで行くと長くなっちゃうからこの辺でジャンプね。オッケー。で、ここにこうめの罠があるんでしょ。もう、さ、タイミング見計らって右に飛ぶ。ちょ、それは見えない。なるほど、あいつはインビジブルを使うわけか。 MP がなかなか高いな。よし、ならば俺はスルーを使う。あ、待って、想定とは違ったが、こっから上がればいい。そういうことか。ならばこっちから。はぁ、ここまでか。くそ、悔しいです。そうだ、こうなったら次は上から。オッケー、来た来た来た。わぁ、これ短くて可愛い、超可愛い、これめっちゃ可愛い。さて、このまま走り抜けていいものか。あぶね、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 神回避。ほぉ、長年の経験がやっぱ俺を成長させているな。はたに、よーし、オッケーオッケー、セーブポイント。うん、油断していた。そっか、お前も攻撃してくるんだったな。よしよしよし、こいつが行ってから乗ろう。で、こっから。まあ、初本的にはね、そうなるよね。上からってことだな。来い、さっさと。あぶね、あぶね、あぶねえな、バカ。よーしよし、あ、待って、これギリギリで、あい、ギリギリで回避できる、できる、ルー、ルール、今です、あっ、これダメだ、上から無理じゃん。あ、はい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 、この米粒を犠牲に。はーい、オッケーでーす。はぁ、いや、今度こそ大丈夫でしょ、今度こそちゃんと火を投げれるようになるって、ね、大丈夫だよね。うん、お前は、俺の踏み台だ。どうだ、俺に踏まれた気分は。どんな気持ち。さて、行きましょう。なんだなんだ、何が来る。あ、ちょ、待って、あ、あ、熱すぎる。戻れってことか。なるほど、あのファイヤーが来たらこっち側に戻ってくればいいんだな。なるほど、はい。あ、え、戻れない、戻れないってことは、これ罪じゃね。さあ来い、バカバカ、危ない。危ねえ危ねえ。ああ、
俺をロケット弾に変えるあのバネがあるよ。星の彼方まで飛ば。二度は同じ手には引っかからないぞ。これだ。気持ちいい。ああ、嘘、ここに孔明あったんだ、気づかなかった。さあ来い。ふわっていや、おオッケーオッケーオッケー。そうしたら次はあのバネを飛び越えなきゃいけないんだけど、まずはこれを出してからこっち。オッケー、来てる。このまま行けば毒キノコ絶対マガマガしいよ。なになになに、あ、あいつね、あいつ死ねえ死ねえ、そのまま飛んでけ。ははは、飛んでった。よしよしよし、さっきの恨みを晴らしたぜ。また来んじゃないの、これ来るんじゃないの。オッケー、あ、落ちそう落ちそう落ちそう。あ、上からかよ。火の玉を出してから右に完璧。オッケー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 。でこっち来て、途中で上から降ってくるからそこでギリギリ折り返す。あ、待って、折り返せないこれ。ついに私は来たぞ、お前を倒す。あって、あ、これ待って、これ絶対無理だよ。待てよ、これなんか上下がってない、あれこっから行けんじゃないもしかして。あ、違うな。うん、これを取るとか。まあ知ってたけどさ、多分死ぬんだろうなと思ったよ。あ、わかった、こいつを出してあいつが上に上がっていくときに今だ。はい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 、は、来た来た。で待って、下に行けないじゃんこれ。下に行けないじゃん。めっちゃ強そうな敵おる。え、これだ、俺積んでない、だってこれ戻れないよこれ。積んだ臭いなこれ。え、なんかある、なんか、え、お、クリアよこれ。はははは、やった。いや、最終面割となんかあっさりではないけど、結構早くクリアしちゃった。制作プレイに関わった方々、先輩 X から Z さん、ありがとうございます。とても楽しくプレイさせてもらいました。ショボンのアクションパート2がありました。これは5面から9面が追加されてるみたいなんですけど、めちゃくちゃ難しいらしいです。やっていきましょう。えい、いきなりかよ。ちょっと待って、ちょ待ってよ。あ、ちょ、む、あ、ずっと左を押しとけってことか。なんだこれ、危ない危ない。お、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 いいねいいねいいね、お、いい感じいい感じいい感じ、いいよ。なんか来んじゃないのこれ。あった。